前回コラボさせていただいた広畑さん、ボーイズの名門平方ボーイズで全国制覇、大阪桐蔭でも全国制覇、そして亜細亜大学 JR 東海と進んだ野球エリート、大阪桐蔭時代に学んだでんでん太鼓スイングで柔らかいしなやかなスイングを持つ広畑さん、大学社会人でも幾多の経験を積み、そのスイングをさらに確立させてきました。バッティングを教えてもらいましたが、指導方法が独特でかつためになる、守備に関しましても内野の捕球基本姿勢を学びましたが、その結果1時間で劇的変化。また広畑さんはインスタグラムもやっており、現在は1日150人ペースでフォロワーが増え、まもなく3万人到達、野球インスタグラマーとしてその地位を確立しております。そんな広畑さんが大阪からはるばる東京に遊びに来ました。そして未体験の軟式野球に非常に興味を持っていた広畑さん、そこで一緒にバッティングセンターに行きました。170キロ、これでゲーム開始します。軟式170キロを打ってもらうことに。ワン、ツー、スリー。初170キロの広畑さん。そして2ゲーム目。すげえ。最後はなんとまっすぐ変化球のランダムに挑戦。最大球速差70キロ。まっすぐ170。120スライダー、100キロカーブ。やばい、これ絶対打てるわけない。うわ、エブリ
140スライダー。やばい。ほぼフォーク。カットボールをカット。カットボールをカット。絶対まっすぐや。ここで使ったら絶対まっすぐや。もう一丁来たから。こんなあるんや。うわあ、もうこれやばいな。今160まっすぐ。やや抑えてまっすぐ。100キロカーブ。140スライダー。スライダー打った。それ何待ってんすか。はい、何待ってんすか。これ買ってんすか。全部それですね。それで攻めで当たるんや。横の移動で間を作るという。これじゃないだ。ちょっと早いな、まだ。160まっすぐ来るんだよな、これ。無理やそんな。ということで、軟式野球でも高いポテンシャルを発揮した廣畑さんでした。最後にそんな廣畑さんから重大発表が。かねてから廣畑さん、自らのニックネームを作りたいとおっしゃっておりました。そこでインスタでアンケートを取ってニックネームに投票を呼びかけたそうです。そして決まったニックネームがこちらです。廣畑実 AKA ミノルマン。廣畑という漢字が難しく、皆様により親しみを持ってもらいたいという思いから、ミノルマンとして今後活動していくそうです。ミノルマン廣畑を皆さんよろしくお願いいたします。これからよろしくお願いします、ミノルマン。それでは今日の動画は以上となります。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル。半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく。気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。